皆さんこんにちは、むちゃと申します。今日はですね、車載スタリオンで満口になってない馬を探るっていうことでね、もうこの間ね、ダノックスさんの商売が熱いっていうことでご紹介しましたけれども、もうそのスタリオンっていう意味で言えばね、もう車載スタリオンさんってめっちゃ強いんですよね。その生まれた後でのね、車載さん、ノーザンさん内での戦いっていうのはあるんですけど、もうその、諸馬共養所っていう意味ではね、正直車載さん一強っていうのはもう変わらない状況にあると。今年のね、皐月賞にしたって、18頭中、ほんと数頭しか車台以外の馬いないですからね。当選バンノのバンキッシュランと、まあ、リオンディーズもほぼ車台みたいなものですし、エイシンフラッシュにしてもね、元は車台にいた馬、ビーアストニシチのアメリカンペイトリオットがいるというのはすごいことですけれども、まあ、ほんとそれらの馬ぐらい、こんだけね、一つの共用場所にいる馬の産駒が、当たり前のようにね、まあ、生産牧場は近いと揃ってるって、やっぱ世界的に見ると相当稀なことみたいですよね。もっと本来だったら、こんだけね、たくさんスタリオンの種類があったら、まあ、そういう地所の名前っていうのもばらけるっていうのがね、まあ、普通なわけですけれども、まあ、クラシックを狙うなら車台スタリオンというのは、まあ、現時点では間違いございません。で、まあ、そういったことも相まってね、当然、ここに所属している馬たちっていうのは満口になりやすいわけですけれども、そんな中でも残る馬っていうのは、なぜなのかっていうことでね、私なりに話させてもらおうかなと思います。まあ、まずはその実績を残したっていう意味ではね、モーリスとかオルフェーブルが満口になってないっていうのはちょっと意外に思われる方はいるんじゃないかなって思いますよね。この間アンケートコスパがいい勝負はっていう取った時にもオルフェーブルっていうのはダントツでしたね。だってその350万円でね、ブレーダーズカップデスタフを勝つ馬が出てたり、ラッキーライラックみたいなクラシックを沸かせる馬も出ていたり、エポカ道路もいたりと、まあ、そこだけ見ればね、明らかに350万というのは束に比べて安くも見えるんですけれども、なぜ今でも満口にならないのか、まあ、これは予想するにね、ハードルがめっちゃ高かったからと言えると思いますよね。やっぱルフェーブルって現役時代の印象からして、まあその一発はもちろんアベレージっていうところもかなり求められたところがあったかなと思っていて、まあそれこそね、ディープみたいにアベレージも6割7割でクラシックも海外も勝てる馬をっていうところあったと思うんですけれども、オルフェーブルの場合初年度ね、勝ち馬率3割であったりと、確かにラッキーライルとか一発もあったんだけれどもっていうところがありましたよね。でそれ以降4割を超えた年もあったんですけれども、まあ、特にこの最初の4年っていうのはね、まだ産駒実際にデビューする前に種付けした世代ということで CPI もめっちゃ高い世代の中で、まあ、4割に届いてないっていうのはちょっと気になるところもあったのかなっていう印象 で、あとは思ってた以上に芝中長距離特化じゃなかったっていうところもありましたね。まあ、むしろダートで最近はがっつり G1 強化する馬が目立ってきている。まあ、これってのはもちろんね、いいことでもあって万能性が求められるというところは今の時代当然のことであるんですけれども、まあ、やっぱ車台さん的には、そして今の値段になる前の単一軌道的には、芝の中長距離を取れないとっていう値段の時も当然長くありましたからね。まあ、そしてこれはその勝ち上がり値的なところにもつながってくるんですけど、その晩成傾向的なところもかなり多かったですよね。マルショーレーンの成績っていうのがまさにこうオルフェーブルの特徴を表してるかなっていうところで、やっぱ最初はね、決闘通り芝の大舞台を狙っていったんですけれども、勝ち上がりまで結構時間かかったりね、まあ、クラシックを目指すところはいかなかったと。でそこからね、小判になって芝でいいところまで行ったんですけれども、ダートにね変えたところ、まあ、まさかのアメリカ G1 を勝つところまで成長していったと。思ってた以上に慢性で、まあ、ダート勝負場だったっていう印象がね、まあ、割とこうマルショーレーンとか、まあ、最近の湘南ナデスコを見てもはっきりとしてきた感じがあると。まあ特に最近はね、アメリカの商売に代表される、まああとはストームキャットとかもそうですけど、まあ早熟性っていうのに重きを置いている方は多くて、やっぱもう早い段階で馬主さんが回収したいっていうところはあるみたいですよね。確かに長い目で見れば、それを上回るね、食器になる可能性っていうのもあるんでしょうけれども、実際こう待ったとして、本当に馬が後々走ってくれるのかっていうのもそこはまた確率論ではありますしね。ですからまあそういったところも相まって350万円でもちょっと満口になっていないっていう状況はあるのかなと思いましたね。まあでもその一発っていうところを夢見るならね、本当350万円以上の夢を見れる商売だとは思いますので、これで100頭とか行ってなかった状況だとしたらちょっともったいない感はありますけれどもね。そしてモーリスさんですね。
こちらもね、海外 G1 オーストラリアでめっちゃ勝ちまくってるやんっていう状況ながらも、タインズギャル100万落としてもね、現時点では満口になっていないと。まあこれはやっぱりそのオーストラリアと日本ではちょっと違うっていう見方が大きいのかもしれませんね。やっぱそのオルフェーブルもそうなんですけど、海外適性があるって分かったとしても、それを日本の生産者さんが評価するかどうかっていうのは結構難しいところで、やっぱそこまで行く馬ってだいぶ限られますからね。実際にその条件馬で海外遠征とかしてもチャンスになるっていう可能性はなくはないですけど、まあそもそもやっぱ挑戦する人がいないっていうのが、まあ実際あると。本当日本でまずはトップ級になってからじゃないと、海外遠征、その適性を発揮するっていうことは難しいわけですからね。まずはやっぱその日本での活躍が一番大事になってくるっていうのは変わりないところですね。あとやっぱモーリスはこの値段でも高いと見ている人が多いのかもしれませんよね。やっぱ700万ってなってくると、今全体的に上がってるとはいえね、その芝中長距離予選を取れないとっていう値段に見えなくもないと。結構モーリスの場合はそのダートの万能性もあって、で早熟性っていう意味ではね、そう高くはないとはいえ44.8% と、まあ、全くもって低くない、むしろ高いぐらいの3歳までの勝ち上がり率なんですよね。で確かにノーザンファームの生産育成馬が多いっていうのはあるんですけれども、まあ、実際にその走ってるトップ級の馬っていうのはジャックドールだったり、シゲルピンクルビーだったり、ノースブリッジだったり、またその海外で生産された一つだったりするわけで、必ずしもノーザンファーム繁殖生産育成だけが走ってるかって言われるとそうでもないところはあると。ただそれでもやっぱり700万ってなっちゃうと、もう本当にね、レイデオロとかサートルナーリア級の価格ということもあってね、まあこれらの馬たちがやっぱり芝中長距離戦線に今後乗り込んでくるっていうことを考えた時に、やっぱ天秤にかけるとね、ちょっと適正的にはもうちょっと低い価格設定じゃないとっていう方が多いのかなっていう印象ですよね。ただまあこれがね、オーストラリアってなってくれば、去年も150頭つけていたように、なんかオファー的にはもっと200何頭といたみたいですし、でさらに今年はね、そのオーストラリアで中長距離はもちろん短い距離でもね、まずっていうトップ級のまま出てきて、もう割と移籍したら相当トップに行くレベルで人気になるような気がしますんでね。まあ日本はもちろんですけれども、それ以上にちょっと世界的な勝負になる可能性はあるのかもしれません。そしてね、まだデビューしない馬たちに目を向けていきますと、アメリカの年度代表馬、ブリックス&モルタルがね、今年はちょっと満口になっていないっていうことで気になるところはあるんですけれども、まあ、これはね、結構どの跳馬でも言えることで、これはその本馬がね、3世代目の単位付けに当たるっていうことが結構効いてると思いますね。過去は180頭、178頭と、まあ、多分満口になっていた頭数つけてるんですけど、これは絆の頭数を見ていただければ分かりやすくて、やっぱね、どんだけ1、2年目が人気だったとしても、やっぱこの3、4年目っていうのは隙間の世代になりやすいんですよね。まあ一言で言っちゃえば、他の新勝馬ブーストにちょっと負けるパターンが多いですね。頭数的にはちょっと浮気しちゃうっていうところがありますよね、どうしても。まあそれがちょっと効いた感じであって、多分謝罪さん自体はそんなに手を抜いてないことにはなると思うんですけど、まあそれ以外の生産者の方は他の新商売に移ったっていうふうに捉えていいんじゃないかなと思います。ですからまあこういったパターンはまあ分かりやすい、そういう隙間の世代っていう理由があるんで、そんな悲観することではないんですけれども、もう完全にね、その1世代目とか2世代目になってくる若い商売たちがそんなにこう満口っていう人気になってないっていうのは、まあそれなりの理由があるところで、まあ特にその1年目ってなるとね、社代さん的にはだいぶ押したいところあると思うんですけれども、ポエティッククレアね、600万円で満口になってないっていうことで、まあこれは結構個人的には血統的なところがやっぱネックかなって思っていて、本場はね、そのイギリスの2000ギニーとかを解消、セントジェームスパレスも解消ということでね、まあ最近入りのキングマンみたいにヨーロッパのね、スピードマイル G1 の勝ち馬なわけですけれども、ただやっぱこのサドラガレオチズっていうのが効いてますよね。もうだいぶね、そのサドラとガレオの血が後ろに下がったっていうところあるんですけど、まあこれもストームキャット系と同様で、結構後ろに下がっても、逆にちょっと影響を与える可能性があるかなっていうところで、確かにそこからね、ニューアプローチ、スピード系からのドンアプローチっていうね、まあ2歳戦、早熟戦もあって、マイル系のスピードをこなせるっていう、より
日本のババに合いそうな感じにはなってきたんですけど、でもそれでもやっぱりこの血筋が最終的には影響しちゃって日本ではスピード不足になる可能性があるんじゃないかと見てる人は多いと思いますよね。やっぱ基本的には日本と真逆のガイレオ系統っていうのはそういうタフな、しかも中長距離ね、イギリスダービーとか選手権距離っていうところでめっちゃ強いっていう印象で、日本だとね相当いい繁殖とつけられた馬であっても EI とか勝ち馬率はそんなに抜群に高いっていうわけじゃない。結構母乳に入ったとしてもだいぶ影響力を及ぼしてる印象で、キングオブコージとかね、ロードカノラー3区でもね、こうスタミナのあるところを見せていたりするわけですよね。ただ一方でその中距離以下とかで日本のバブでスピードトップ級にいるかって言われるとちょっと微妙なところで、まあそういったところを踏まえるとね、やっぱちょっと600万っていうのはちょっとリスクが高いと見てる方が多いと思うんですよね。ただまあいい方向に捉えるなら、そのね、ヨーロッパの方のバブとはいえね、このマイル以下で素晴らしいスピードを見せつけた部分と、まあその外量系のね、スタミナも相まってくれば、まあちょうどいいバランスになってね、日本の中長距離戦線である程度のスタミナとトップスピードを求められる馬場でもうマッチングしてくるっていう可能性もありますからね。ですからまあそこをどうスタミナ寄りにしすぎないかっていう生産育成環境っていうのは結構大事になってくるのかなと思いますよね。多分これもね、他のヨーロッパ勝馬同様、ノーザン系だったらもう本当にスタミナ寄りだったとしてもスピード強化のね育成力で活躍馬っていうのはたくさん出てくると思うんですけれども、やっぱ他の日高の生産牧場ってなってくるとちょっと再々様子見したいかなっていう気持ちにもまならなくはないところですよね。そしてダノンキングリサは250万円というね価格ながらも満口になっておらずと、ディープ×母父ストームキャットでね、こんだけ成功馬がいるにもかかわらず満口にならないっていうのはやっぱり理由があるんじゃないかというところで、まあ、やっぱこれは単純に実績が現役時代少なかったっていうところが影響してますよね。確かにその地面だけ見れば安田記念の G1 1勝のみで、まあ最後もねマイル香港でそんなに見せ場がなかったっていうところも影響しているかなと、まあ、ただ個人的にはね、日本の馬場っていう意味では本当に最適とも言える素晴らしい瞬発力があって、特にあの毎日王冠とかね、安田記念の相手にしても勝ちっぷりにしても凄まじいものがありましたからね、まあ、ここまで突如となった車代理っていうのは相当いろんな面が評価されないとできないことですから、まあ、割と個人的には失敗するってことはかなり確率低いかなって思ってますけどね、まあ、それこそ車代さんノーザンさんが失敗させるわけがないかなと。これアドマイヤマーズとかもそうなんですけど、こういう突然の守護馬入り車代にするっていうパターンはやっぱ他の方が思ってる以上に車代さんががっつり評価してるっていうことだと思うんですよね。それこそね、品系っていうのはもうアメリカのねトップ級が揃っておりまして、まあ、何よりも兄弟でね、ダノンレジェンドがダートでしっかりと走るところもいて、で守護馬は外さないダノンさん守護馬と、まあ今の時代だったら250万円という価格もね、その中長距離はどうかなって思うところですけど、中距離以下のスピード、そしてダートもこなせるっていう万能性を考えればね、まあ、決して高すぎない価格とも言えるのかもしれませんし、結構面白い存在だとは思いますけどね。さっき言ったアドマイアマーズにしても、もう明らかに大和メジャーの後継としてシャダイさんが注力してるのを感じますし、まあ、何より種付けるように50万円下がってもね、満口になっていなかったりするのは、ちょっと評価思ってた以上にされてなさすぎるかなっていう印象もありますね。で、スワーブリシャード。本場こそね、アンブライドルズソング母父はもう私は必ず来ると思ってるまで、しかも千葉中長距離に行けそうな馬で200万ですからね。結構本場も、ダートにしてもね、やっぱストームキャット同様、まあ距離はちょっと伸びそうですけどね、こなせるものはあるかなって思っていて、結構今狙い時な勝負だと思ってますよね。アンブレイドルズソングっていう意味ではシスキンもね、品系もベストイン賞の辻っていうことで、今年も50万円下がったんですけれども、満口になってないみたいですね。まあこれはニューイヤーズデイシスキン、ナダル、ここら辺の勝負に言えることですけれども、まあ結構ダーとがっつり勝負って思われてるところがあるところで、まあそれでこの価格ってなってくると、まあちょっと躊躇するっていう方が多いと思うんですよね。しかもどっちかっていうやっぱ中距離寄りな感じもするかなっていうところで、やっぱ地方とか含めるとね、短距離でも行けるスピード特化の勝馬の方が人気しやすいっていうところはあるんでね、やっぱそれだったらルヴァンスレーブとかクリストベルみたいにね、それよりも価格安いし日本でも実績ある血統で
まあ、現役時代も日本の育ててきて十分だったっていう商売ね、まあ、つけたくなるのもわかるところですよね。ただまあやっぱ長い目に見ればね、アンブレドルズソングの違う母系に行ったり、マキャベリアンの違う母系に行ったりもしますんでね。そこで現役時代もある程度走ることができるんであれば、まあ、結構楽しみな存在というか、まあ、コスパ的には悪くない馬になってくるとは思いますけどね。それこそドレフォンもね、もう今からシャダイさんの方が産駒の牝馬に何をつけるか楽しみにしてるっていうぐらい、やっぱこのアメリカ系の商馬っていうのは血統的にも将来的に日本の主流血統何をつけるかっていう、そういった目線も含めての導入だと思いますんでね。日本秩序を極めるのもいいですけれども、こういった地の緩和もね、地の地は大事になってくるのかもしれません。でまあこういったね、そのマンクスになってない馬たち、魅力あふれる馬たちばかりですけれども、特にやっぱ私がお買い得かなって思うのはミッキーアイルちゃんで、据え置きの250万円っていうのは今のねアベレージとか特徴が分かってきた段階だとやっぱいいなと思うんですよね。だって桜花賞2頭出しで3着5着 0.1 秒差ですからね。しかも2頭ともノーザンファーム関係馬ではなかったりしますし、これで夢ないっていうのもちょっとどうかなって思いますしね。でボバだったらダートで、ウィリアム・バローズみたいなね、まあ、それこそ日高の馬でダートで重賞 G1 級の予感もさせるね、勝ちっぷりの馬も出てきたりしますから、やっぱ最初はねミッキーアイルでマイルの芝 G1 とかね、まあ、狙っていけんじゃないかっていう印象の強かった方も多いと思うんですけど、やっぱボバは明らかにダート向きで、そのあたりがちょっとまだ広まってない感もあるかなって思ってますよね。印象としてはこうアノマイヤムーンみたいに芝短距離特化みたいな印象があって、それで250万円だとちょっと高すぎると見ている人が多かったりするのかなと。またやっぱ距離がねこなせないっていうところで、その中長距離戦線だとどうかなっていうわけになってくるわけですけれども、まあそれもね牝馬だったらそんな長い距離オークスぐらいですからね。まあ秋華賞だったらたらギリっていうところなくはないような気もしますし、っていうかまあまず桜花賞だったらね、牝馬でがっつりと狙える大いな夢のある馬だと思いますんでね。小馬になってからはメイケールみたいにどんどん距離を短くしていい舞台を狙って行くこともできますし、いや本当コスパのいい一頭だとは思ってるんですけどね。ちなみにミッキーアイルの初年の3区2018年産のね世代別リーディングでミッキーアイル13位につけておりまして、その AI っていうのはね、キズナやエフファニーヤとほぼ変わりない数値になってるんですよね。つまりはその分かりやすく芝の中長距離予選とかでがっつり走るってわけではないんだけれども、地味ながらもね全体的に見ればもうこれらや超一線級の馬たちに引けを取らない稼ぎができると。モーリスとかヘニー・ヒューズ、ドラメンテにはだいぶ差つけて1頭あたりの賞金高いですからね。これで250万円だったらやっぱありだなって思うわけですよね。ちなみにロードカナラーもね、やっぱその1500万円っていう中だと、いわっと千葉中長距離路線でがっつりこなせないのっていうところがあって、まあ、あとやっぱ晩成傾向もね、何回かご紹介しているようにあるので、まあ、それもあってね、1.19 という4歳世代の数値にはなってますね。ですからこれもオルフェーブルと同様ね、長い目に見れば、この AI の数値っていうのも、結構上位に上がってくるんでしょうけれども、やっぱ求められてるのはある程度の早熟性ということで満喫になってないのはあると思いますね。いや今後はねさらにボバでのダート路線使う馬も多くなってきて、広く人気を集めてくるような気がしますし、いや今のねこの人気状況だったらね、もう年数は経ってますけれどもね、いやまだまだ青田買いということで、私はぜひとも出資したいなって思う一頭ですね。ということで私なりのね車台の残ってる馬に関する考察っていうのをしてきましたけれども、まあ果たしてこのね車台スタリオン一強時代がどこまで続くのかっていうところですよね。結構ね個人的には優秀さんとか積極的に商売ビジネス攻めに行ってる印象があるんでね、このスタリオン間での戦いっていうのにも注目したいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。